でみんなで質問します。皆さん改めてこんにちは、こんばんは。ここからはさらにお楽しみの時間ということで、山敷先生によるコンサートと学生さんによる演奏もあると聞いています。私も演奏を聴くのがとても楽しみなんですけれども、宇宙にちなんだきっと曲が出てくるというふうに思います。そして背景に流れているのが、こちらが京都大学山敷先生が中心になって、大野さん、人工重力の第一人者の方と皆さんで作ったあの動画ということで、素敵な映像と素敵な音楽一緒に楽しみましょう。よろしくお願いいたします。では山敷さん、ありがとうございます。そうですね、あの最初はそのルナーシティって言って、これ月面都市という曲でございます。はい、thank you.
ありがとうございました。ありがとうございました。これがルナシティっていう曲で、実は今年の12月に、ムーンビレッジ、インターナショナルワークショップっていうのがあってですね、実はそれの主題歌にしようと。ビデオには入れさせてもらって、なんですけど、もういまいちちょっとですね、もうちょっと応援がないと、盛り上がらないなということで、頑張ろうと思っております。次はですね、ちょっと今の、ソロですね、ちょっと同じようなソロではあるんですけど、一応を感じさせるソロをちょっと弾かせていただきます。インスタレーションという曲で、これはですね、星座っていう曲なんですけど、今日本当に星座が見えてほしいなと思うんですけど、これちょっと山崎太郎さんにコメントをいただいて、すごく喜んでるけど、それ本当かな、うちちょっと覚えてます、コンスタレーション。それがすごく私は、もしできたら言っていただけると嬉しいです。もう忘れました。どうですか。一言。わかります。もうお忘れになってかもしれません。一応ですね、ちょっと宇宙の星をこう感じるような曲ということで、まあちょっと似たような曲で申し訳ございませんが、ちょっとかけさせていただきます。そうですね。